中央、菅野各兵衛、左右の人物未将、菅野各兵衛明治26年5月30日は、幕末の死士、海援隊大使、明治時代の軍人である。旧名、千谷虎之助。妻は、君。土佐藩の将や、千夜民五郎の三男として和食に生まれる。病弱な兄に代わり将夜行を代行していたが、土佐勤労党に加盟し勤労活動を始める。文久二年。 山内陽道を警護する50人組に参加し、上京する。その時、坂本龍馬らともに、勝海舟の弟子となる。勝ちの進言によって幕府が神戸に設置した神戸海軍総連署にも参加した。しかし、金門の変の影響で勝ちが軍艦武業を罷免され、その影響で神戸海軍総連署が閉鎖されると、各米は龍馬や六宗光ら一部生徒と共に、 長崎で亀山社中を結成し、物産、武器貿易を行う。また、第二次長州政党では、社中の船、おっマ丸の艦長となって実戦に加わり、長州藩海軍を支援する。その後も海援隊大使として活躍するが、慶応3年11月に、京都の大宮で、龍馬が暗殺される。母親戦争直前の翌、慶応4年3月、 生前の龍馬の希望もあり、長崎で、お竜の妹、キビと結婚。その後、母親戦争に従軍し、大内法を転戦。終結後の明治元年から小松清殿の取り計らいで、元海援隊大,大使シラミネ、白峰春馬と共に、アメリカ合衆国に渡り、ニュージャージー州のラトガース大学に留学。帰国後は、勝海衆の紹介で、海軍省に入省し、 関西局運輸課長、横須賀陳守府建築部長などを歴任して海軍少佐となる。だが、西南戦争勃発直前に海軍造船所次長として鹿児島県に赴任し、その発端となった弾薬略奪事件に関わったため海軍の中での立場は不遇に終わる。この事件では私学校いたずらの襲撃、略奪を防ぐため弾薬を水に浸すなどの承知をし、 事態の収集に奔走した。間もなく、造船所を閉鎖、官職を離れ道地を去り、後、明治17年に辞職。退官後は、両馬と抱いた、北地開拓の夢の実現のため、福島県郡山市の朝霞原野に入職し、開拓事業に参加し活動する。その道半ばに、病のため、明治26年に死去。去年52、墓は、 東京都港区南麻布4丁目の光林寺境内。ありがとうございます。